1998年の9月にポーン・キングピッチをナックアウトいたしまして、一度は世界のチャンピオンになりましたが、その後39年のリターンマッチで敗れ、その後赤風呂に2度挑戦いたしまして、無念の涙を飲んだ海老原が今度こそという気持ちで今リングに上がっております。今晩の放送、田辺清さんの解説、そして世界フェザー級チャンピオンの西条昭三選手をゲストにお迎えしてお送りすることにいたします。赤コーナー、世界フライ級1位111パウンドブラジル、ホセ・セベリボ。青コーナー、世界フライ級2位111パウンド2分の1、競泳所属、海老原。ジャッジが遠山光、宇後武雄、そしてレフリーは森田健さんであります。森田健さんが世界タイトルマッチで、レフリーを行いますのは今晩が初めて、ジャッジは3度ほど経験があります。ところでセベリノが32戦して26勝2敗4つの引き分け、一方の海老原が今晩の試合が66戦目であります。キャリアの面でもずっと海老原の方がリードしているわけで、年齢は海老原が29歳、セベリノが27歳であります。リング上、今森田健さんの試合前の注意がありまして、いよいよこれから世界フライ級タイトルマッチ第1ラウンドのゴングが鳴るわけであります。海老原としては5回目の世界タイトル、セベリノは初の挑戦であります。第1ラウンドのゴングが鳴りました。田辺さん、はい、コンディションの面でも、それから自信の面でも、いろんな点で海老原が勝っていると思うんですね、この試合。ですね。ですから今日は海老原は最初から飛ばしていくと思いますね。まあ、したがって最後に入ってきますと、まあ、セベリの方が後半は有利ということも考えられますね。そうですか。練習で見ますと、このブラジルから参りましたセベリの、どういうボクシングをするのかあんまりわからないんですが、日本には一度昭和41年に来て、中村武史、それから垂水茂、この2人と対戦して、中村には判定負け、垂水にはボディーブローでナックアウト勝ちと、こういう試合の結果が残っております。西条さん、はい、海老原選手なんか緊張しているような、どうですか。いや、そんなことないじゃないですか。ないですか。すごく軽いようですね。軽いようですか。だいたい海老原選手はいつもあまり顔色がいいっていう方じゃないですからね。そうですね、色白ですから。色白、はい、今日は先輩の海老原選手に大いに、応援していただきますよ。はい。今晩の試合に備えまして、海老原はもうずっと練習をしておりましたが、札幌に入りましてから多少気候の変化がありましたが、実にいいコンディションの仕上がりを見せておりまして、ウェイト面でも111ポンド2分の1、50.5 キロ。それからセベリノの方がウェイトがやや軽く、111ポンド、50.3 キロであります。セベリノが今朝朝10時に計量したときに、ちょっとこうズボンを見ましたところ、ずいぶんダブダブになってるのを見ましてね、田辺さん。はい、日頃のウェイトからかなり、体重を落としたんじゃないかと、そういう気がしたんですが。それは言いますですね。ははやはり4キロぐらいは落としていると思いますね。非常にセベリノはガードがいい選手ですからね。必ず左があっても右のガードは完全に顎をカバーしているという感じですね。ですからどうしても下の方から起こしていくようにすると、イビアとしても非常にその楽になってくると思いますね。白いトランクスに茶色の線が入りましたセベリノ、一方濃紺のトランクスをつけております。海老原、今左のストレートを打ちました。海老原の試合でいつも問題になりますのは、その手を痛めるかどうかということでありますが、この試合に備えましての練習ではエディ・タウンゼントトレーナーが、海老原思い切って打ってみろと、思い切って打つ練習をしてました。それが大いに自信になっているものと思われます。最近は特に右のジャブもよく出ておりまして、
前世紀の海老原に、おっ、左のいいストレートが入ります。おっ、入りました。いいストレート、顔面を捉えた。背振りの交代、ボディを狙いました。ちょっと今アッパーを、おっ、背振り入ったハンターですね。激しい攻撃、海老原ラッシュ、背振りの棒出し。第1ラウンドから見せ場があります。左が大きく当たりました。背振りのロープに詰まった。第1ラウンドを終わっています。札幌中島スポーツセンターのお客さん歓声であります。5対4ですか。5-4、海老原です。海老原のコーナーであります。これから第2ラウンドに入ります。西条さん、はい、第1ラウンド後半のラッシュは見事なもんですね。そうですね、すごくスピードあって、妙に深く追うんではなくて、ちゃんと相手を見た攻撃だったですね。そうですね、試合は第2ラウンドであります。海老原が昭和38年の9月に世界のタイトルを取りまして、翌年バンコクで、海老原の左のアッパーが入った。またいいパンチです。またいいパンチ、ボディを攻めました。セベリノの顔面が赤くなっております。果たして5年2ヶ月ぶりに海老原が世界の王座にカムバックできますかどうか。25代の世界フライ級のチャンピオンになれますかどうか。第1ラウンドは好調な出だしを切っております。セベリノは田辺さん、海老原の話ですと右のアッパーが強いんじゃないかということですね。そんな感じもしますけど、ただ右のストレートはちょっとチョップ気味ですね。あれでしたら当たってもそれほど威力がないですね。でも今日の海老原は非常に調子がいいですね。スピードもあるし、この分だとも勝てますですね。西条さん、海老原選手の調子がいいときは連打が出るんですね。そうですね、もうすごい連打。小さくジャブを打ちました。今度はセベリノが右のストレートを返しています。第2ラウンド、世界フライ級タイトルマッチ、中島スポーツセンターでございます。さすがに北海道でございまして、かなり気温が下がっております。この中島スポーツセンターのちょっと表に出ますと、寒風が吹き荒れておりますが、東京の方は今日はかなり気温が高かったそうです。さて、第2ラウンドに入りまして、セベリノ顔面を真っ赤にしていますが、その顔面に対しまして今左の服を打ちました。金平会長は海老原に対してヒットアンダーウェイ戦法、深く追わない戦法、そういう作戦を授けておりました。かつてセベリノが日本に来た時に、田辺さん、はい、競泳ジムで練習をしたそうですね。ああ、そうですか。あまりスピードがありませんセベリノです。今度はまた左のストレートを打ちました。頭に当たりますと海老原ちょっと手の危険が感じられますが、思い切って今また左を打ちました。西条さん、こういう待ってる選手で嫌なことはどういうことですか。セベリノのようなやってみて、やっぱりカウンター取れないですね。ああ、そうですか。なかなかガードも硬いし、なかなか入らないですね。やっぱり海老原さんはカウンター、パーン、スピードあるし、カウンター取れたんじゃないですか。ちょっと出てきましたね、このラウンド、ね、第2ラウンドです。海老原ダッキングして左のアッパーを打ちました。セベリノがちょっとこのラウンド攻めてまいりました。よく動いています。海老原、エディタウンデンのトレーナーが海老原に動いて動いてという、そういうアドバイスです。第2ラウンド終わりました。このラウンドはどうですか、田辺さん。5対5の互角にします。互角ですか。はい、互角でやります。今晩の試合の海老原のセコンド陣は、今向こう側に見えます金平マネージャー、そして前がエディ・タウンゼントトレーナー、左側がジョコートレーナーであります。かつてこの左側のジョコートレーナーが海老原のスパーリングの相手として練習を積んでおりましたが、海老原の左のストレートを受けまして、あのジョコートレーナーの胸の骨が折れたって言うんですから、当時の海老原のパンチはものすごかったわけでありますが、そのパンチが蘇っております。試合は第3ラウンドに入りました。セベリノが練習とは違ってやや攻めてくるボクシングを見せていますが、ガードの方は相変わらず、両方の腕でこのようにカバーいたします。海老原が今左のアッパーを狙いました。セベリノは今度は右を打ってきました。ちょっと海老原の左ストレートもちょっと上の方いってますね。おでこのあたり打ってますからね。さっきエディ・ターゼンとも顎を打てっていうようなね、喉を打てというようなアドバイスしてましたけどね。
こういうように貝殻のようにガードが硬い選手は打ちにくいんでしょうが、特に海老原の場合にはあの肘をアッパーで打ってしまうとですね、骨を痛めると、そういう心配があるでしょう。考えられますね。ですもうどうしてもあの低い上体を起こすようにですね、あの腹を打っていくといいですね。ボディから下を起こしてそれから顔面というような感じがいいと思いますね。セベリノのカッチネルソンマネージャーは必ず世界タイトルをブラジルに持って帰るとこのように言っておりまして、10ラウンドまでにはナックアウトでセベリノを沸かす、このように言っております。豪語しております。セベリノがまっすぐストレートを打ってきました。あまり今晩足を使っておりませんセベリノ、いや海老原、むしろセベリノの方が攻めてきております。アッパーを狙いました。狙い撃ち、強いアッパーです。どうですか田辺さん、海老原の足の動きはどうでしょう。まあまあですね、いいですよ今日は。まあ、ただあの打ち合うときですね、一緒になってこう打ってるってことがありますからね。練習ではもっと動いてましたかね。やはりちょっと緊張してるような感じですね。そうですか。ボディを左で狙いました海老原であります。白いトランクスに茶色の線がセベリノ。どうもセベリノは低くなって出てきますね。海老原のボディーブローが少ないですか。どうですか。少ないですね。全部あの左スーツが顔面いっていますね。もう少し下の方へ欲しいですね。パンチがセベリノの左のパンチを受けまして、海老原の顔面もやや赤くなっております。練習の倍の力が実戦では出るんだと言っておりましたカッチネルソンマネージャー、セベリノのマネージャーであります。かつてジョフレとともに何度も日本に参りまして、今回の来日が9回目だそうであります。そのカッチネルソンマネージャーが赤コーナーの下からポルトガル語でセベリノに声援を送っています。左のボディーブローです。ちょっと左右を狂いました。ボディも入った。セベリノは過去2敗という成績で、1敗がタルミズ、もう1敗がアラルコンでありますが、さて第3ラウンド終わりました。このラウンドはどうですか。やはりわずかに海老原のクリーンヒットを取りまして、はい、5対4海老原にしました。5対4で海老原ですね、はい、はい。試合は第4ラウンドに入ります。西条さん、はい、海老原選手の動きはその後どうですか。そうですね、すぐまだスピードあるって、やっぱりなんか左がおでこのですか、顎に当たらない、ちょっとおっかないですね。そうですか、痛めるんじゃないかということですね。前傾姿勢からまっすぐ出すようなパンチであります。セベリノの攻撃、海老原が左のアッパー、左の強いパンチ、左の強いパンチが当たった。セベリノも打ってきた。海老原打ち合った、海老原打ち合った、思い切って打ち合っています。自信を持った打ち合いを見せました。田辺さん、ああいう風に打ち合っていいわけですね。もう海老原の方がスピードがありますからね、打ち合っていいですね。打っている時はただ待ってると相手がどこどこまで出てきますからね。一定の距離を詰めて、あの離れたらジャブを離してですね、来たらカウンター取るような戦法がいいですね。前のラウンドから海老原が左のアッパーをよく打っていますが、このラウンドも当たっています。もう恐れず接近戦をやってますね。ガードを固く、ね、して飛んできますけどね。ややスイング気味の大きいフックを打ってきましたセベリノでありますが、海老原はこのラウンド徹底して左のアッパーブローでやります。前進した海老原です。どうですか、セベリノのパンチはあまりスピードがないように見えるんですか。ないですけれどね、かなりこれ重いパンチですね。重いパンチ、ドスンとくるパンチですね。ですからこれ当たるとかなりダメージあると思いますね。そうですか。しかも今日は薄いメキシコ製のグローブを使っておりますが、まあ、こういうグローブはハードパンチャーに有利ということなんですがね、重いパンチを持った選手にはどうなんですか。やはりこれも有利ですね。あ、そうですか。同じように五分と五分ですね。ただ海老原にあの手を痛めるって危険性も考えられますからね。しつこく攻めますセベリノであります。海老原側のタウンゼントトレーナーも、後半に来るとおそらくしつこいボクシング、混戦になるとしつこいボクシングをするんじゃないかと、そのようにセベリノを見ております。海老原の右が入りました。
最近パンチが出た右のパンチ、また右入った。うまくセベリノの攻撃をかわして左右攻撃、今度はまた左のアッパーが入りました。今のねベアロの攻撃非常にスマートだったですね。コンビネーションでもってすごくあのクリーンヒット多かったですね。かなりタフな感じがいたしますセベリノです。強いパンチを受けてもあまりへこたれない様子はどうでしょうかね。どんどん出てきます ねセベリノは。第4ラウンド終わりました。5対4エビハラのクリーンヒット、ね、5対4でエビハラですね、はい、はい。セベリノのコーナーであります。なおこの放送は札幌テレビをキャメラを通じまして全国24局に独占中継でお送りしております。試合は第5ラウンドに入ります。札幌で行われます初めての世界タイトルマッチであります。記者席も今日は多くの記者が来ておりまして60人近い記者の数でございますが、その中の外国通信の UTI 通信のレスリー中島記者が3年後のウィンターオリンピックの開催地札幌初ということで電報を送っております。3年後には世界のヒノキ舞台となりましてクローズアップされます札幌でありますが、それに先駆けて明日の朝刊に、世界の朝刊に札幌の字が載るわけであります。さて第5ラウンド、赤ボロがと同じようなボクシング、一見ちょっと赤ボロのような感じがするボクシングでありますが、赤ボロよりは攻撃的ということが言えますか。そんなこともないですね。ちょっとまあ、攻撃的ですね。ただディフェンス一方的になるってことも考えられますね。後半に来るとしつこいという感じはありますか。ありますね。これは後半からこれじわじわと出てくる選手だと思いますね。右を打ちながら海老原右へと回っています。このセベリノ選手の胸毛なんですが、たわしのような剛毛という感じですね。そんな感じですね。胸に打ってもちょっとパンチが和らぐような気がいたしますが、左のアッパーが入りました。顔面に入りました。また入った。強いパンチ、これは強い。しかしセベリノそんな効いた様子もありません。右を振ってきました。タフなんですか。タフですね。非常に頑丈な顎をしてますね。胸毛といい、そんな感じがしますね。練習では接近戦でボディを打っておりましたセベリノですが、今日は投げ込むような右のストレートですね。ちょっと直分気味ですけどね、押すような感じですね。昨年は6試合やって6戦全勝というセベリノ、エビアラの方も昨年は5戦やって5戦全勝であります。なおセベリノの対サウスポー戦は4つありますが、いずれもナックアウトで決まっているということです。ジャブから今度は左のアッパー。各ラウンドこのように海老原効果的なパンチを当てております。海老原のパンチが当たってきましたね。また、入ってますね。ただ打った後ですね、やはり右のジャブが欲しいですね。黙ってると飛んできますからね。ワンツーを打ちました。強いパンチでした。海老原の右から左、振りほどくようにして今度はまたボディーブロー。接近するとセベリノが今度はしかしアッパーがあります。第5ラウンドチャンスを迎えている海老原、また左、強いパンチが当たりました。このラウンドはどうですか。5対4海老原です。5対4で海老原ですか。はい、リングサイドのキャメラが捉えました海老原の表情であります。試合は第6ラウンドです。今日は渡辺さん、6000人近いお客さんが入りまして、地元のプロモーターの本間誠一さんも大喜びでしてね、今後とも世界の大きい試合を持ってきたいと、札幌の本間さんが言ってますがね、海老原選手自身も俺の人気はまだこんなにあるんだと。そういうことですね。どうでしょう。もう海老原健在なりっていうか、そういう自分自身でですね、非常にそういう自信が湧きますね。こういうことは工業的にも大成功を収めております。今晩の海老原セベリノの世界フライ級タイトルマッチ、札幌の中島スポーツセンターでございます。
西条さん、滑りながらもこうやっていつもあのガードを高くして打ってきますね。そうですね、やりにくいですね。やりにくいですね、はい、まだ変わりませんね、ボクシングがね。そうですね、あのガードを下げるにはやはり、ボディブローということになるんですか。もっと右をパッパッと返してリードパンチがですね、ますますスウェードのスピードが落ちましたので、よっぽどのパンチじゃないと海老原食わないんじゃないかと思うんですが、西条さんどうですか。そうですね、もう本当にもう海老原さんのペースですね。小さいアッパーを海老原サベリノともに打ちました。世界フライ級タイトルマッチ、勝った方が第25代世界フライ級のチャンピオンになるわけであります。昨年の10月に前チャンピオンの赤バロが引退いたしまして、一時はイルミネーションバートとかいろんな方法が考えられましたが、結局はこの札幌で海老原とブラジルのセベリノ、この両者によって新しいチャンピオンが決まると、こういうことになったわけです。明らかに狙ったような海老原の左のパンチ、セベリノも右を狙おうとしています。もう完全に田辺さんペースを取りましたか。もう海老原のペースですね。もう少しボディーブローですね、もう少しサイドにですね、横左右に動きながら打った効果的だと思いますね。ちょっと正面的な攻撃が多いってことになりますね。どうしてもセベリノの崩しには、まあ、さっきも言ったようにボディーブローってことだと思いますね。まあ、こういう風にして中盤を行って、リードしながら海老原がですね、後半どう出てくるかわからないセベリノに、おっと左が当たりました。今いいカウンターだったね。後半の問題でしょうかね。海老原が1メートル64センチ、セベリノが1メートル61センチでありますが、右のパンチは伸び上がって打つようなセベリノでありまして、リーチが長く感じます。ボディを打ちました。ワンツーフォー、うんうんと鳴りながら打っています。一方的な攻撃です。セベリノはパンチを出すタイミングがありません。完全に海老原の攻撃、もうここで続けてもらいたいですね。あ、ゴングですね。第6ラウンド終わりました。このラウンドも5対4ですね。5対4です、はい。それではここでスロービデオでちょっとご覧ください。海老原の攻撃です。ジャブを出しています。そしてここでアップを狙うんですか。セベリノのフック、これは空振り。あ、こういうふうに遅いわけですね。海老原がうまくステップバックしています。スロービデオでセベリノの動き、海老原の動きをご紹介いたしました。うまくあの今田辺さんスロービデオで出てましたが、セベリノの右のフックですね、あれがまあ彼の武器なんですけれども、うまく受けてますね。バックステップかわして、すぐワンツーってますね。西条選手、あとセベリノの怖い点というのはどういうことでしょうね。体が深くなってからのしつこいボクシングですか。ジャージャーこらえて、やっぱり何ですか、これからも気をつけなきゃならないですか。後半にね、それから今日のボクシング見てまして、西条選手のようにラスト10秒でラッシュしてますね。あ、そうですか。西条ラッシュがありますね。いや、そうですか。あれはなんかあの競泳ジムのサインかなんかあってやってるんですかね。いや、うちの会長のあれでサインで、あと10秒、ロサンゼルスやりましたよね、西条選手がね。必ず田辺さん、あのゴングの前の10秒、エビハラ打ってますね。まあ、ダイバレが効いてますね。おっ、エビハラが、ちょっと左の目の横を切ってますね。あ、前のラウンドに切ったんですかね。ボディを狙いました。エビハラでやりますが、左の目の横でやります。血を流しています。そんなに深い位置ではありません。コーナーから海老原足を使えと、そういうようなアドバイスが飛んでいます。しつこいボクシングをいたします。ブラジルのセベリノ、ちょっとああいう格好は海老原はあんまり良くないですね。そうですか、入っていこうとするとき危ないですか。左のストレート顔面に入りました。効果的なパンチは随分入っています。田辺さんの採点では第2ラウンドを除いていずれも海老原の5対4であります。ブラジルの北のペルナンブーコ州の出身です。ベゼホスの町の出身です。セベリノ、札幌に来て初めて雪を見たんだそうであります。しかし寒さには強いとこのように言っております。
もうあれだけ左ストレートが完全に入ってますからね、もう左手の手は完全にもう治ってるって言っていいですよね。痛くないね。ちょっと海老原まっすぐ下がってちょっと危ない場面でした。うまくクリンチに逃れております。ただここで仮にもし手を痛くしてもですね、相手にそれ分からないように攻めた方がいいですね。そうですね、ちょっと今そういうことを見せると相手が言葉ばかり攻めてきますからね、その点は十分警戒しないといけませんですね。しつこいボクシングをします。おっと大きい右を打ってきました。取って海老原足を使った方がいいですね。おっと背骨の右のパンチです。ちょっと苦しいラウンドです。海老原しかし打ち返します。海老原打ち返した。第6ラウンド7ラウンド終わっています。どうですか、5対5のワークにしました。西条選手ね、今あの攻めのうち攻めてきたでしょ、あの相手にこう接近して打ち合っちゃどうでしょう。いや、エベラさんも接近戦うまいですから、もうなみんなマスターしてますから、エベラさんは本当に平気だと思います。後半はあのじゃあしつこい攻撃セベリノの。そうですね、しつこい攻撃あれすれば平気じゃないですか。もうあの西条選手もね、あのなんかこう喋れないくらいこう緊張しちゃってるんじゃないですか。そうですね、やっぱり自分がやるのやっぱりこういうところにやっぱ緊張しますか。そうですね、その先輩のボクシング見てるからね。田辺さん、あの西条選手が言ってるそのしつこいボクシングですね、それは後半どうなってきますか。かなりこの調子でも次あたりからどんどんこれこういう調子出てくると思いますね。ですから一緒に打っちゃってあとちょっとまずいですね。足を使ってカウンターとこういうようなテンポがいいと思いますね。第7ラウンドは5対5ですか。5-5です。5-5ですね、はい。試合は第8ラウンドです。海老原の足が止まりますとセベリノのしつこい攻撃が出てまいります。後半の見どころはそういうところになりましょうか。足さえ使ってれば間違いないというそういうことですね。そういうことです。試合は中盤の第7ラウンドであります。海老原選手は5ラウンドから9ラウンドぐらいまでの間に一度最初の疲れが出てくる。それを超えますともうあとは20ラウンドやっても大丈夫、どのボクサーでもそういうことがあるらしいんですけれども、西条選手なんかでも一度どっかで疲れることがありますか。そうですね、やっぱりそれも超えちゃうと平気ですね。平気ですか、あるいはこの前の7ラウンドあたりがそうだったかもしれません。世界タイトル初めてレフリーを行います森田健さんが、どうも海老原が自分から交代するのが多くなりました、そうですね、これはちょっと危ないですね。こういうのはまっすぐ下がっていませんね。下がったらすぐ前今みたいに、出ることがいいですね。6ラウンドに左の目の上を切りました海老原であります。動きはそう悪くはなっていませんが、しかしまっすぐ交代いたしますとセベリノの右の大きいフックが当たります。小さくジャブを出しています海老原。セベリノガードを固めてまた前進。ちょっと今左が、ローブロー気味に当たりました海老原であります。手は痛めていないとは思うんですがね、本人では分かりませんけどね、かなりあの左出してますからね、今のところそういう感じはないですね。赤コーナーのセベリノのカツネルソンマネージャーはデレージャーデレージャー、右を出せ右を出せと右右と言っております。ちょっと中盤に参りまして混戦となってまいりました。あまり腰は使っておりませんがセベリノ手数はよく出ます。左のボディを打ちました海老原であります。第8ラウンド下から下から打ってきますセベリノです。田辺さんどうですか、海老原の動きが良くないですか。ちょっとこの回から見ると、なんか疲れたような感じですね。そうですか、ちょっと心配ですね。海老原のパンチが入りました。また左です。ちょっと攻めますとセベリノあまりまた手が出なくなりました。小さいボディーブローを打ちますセベリノ。左のボディーブロー、また当たりました。第8ラウンド終わっています。5対4、海老原です。5対4で海老原ですね、はい。リング上は第9ラウンドに入りました。
あと2、4、6、7ラウンドですか。世界タイトルってのは長いですね。きついですね。上原もちょうど今がこのラウンドあたりから苦しい回に入ってくると思いますね。6000人近く入りました札幌中島スポーツセンター。2階席からも盛んに海老原と声援が飛んでおりますが、2階席にお父さんに連れられてまいりました菊池博史君という小学校今度5年生になります10歳の菊池君がいまして、聞いてみましたところ、一度は世界タイトルを見たいと思ったと、やっと念願が叶ったとこのように話してましたが、そういうファンが館内に多いんじゃないかと思うんですがね。多いですね、久々の、初めてってことですからね、札幌で世界タイトルです。その札幌での初めての世界タイトル、6ラウンドまでは2ラウンドを除いて全部 5-4 でやりますが、7ラウンドが 5-5、 そして前の8ラウンドがゴング間際の海老原の攻撃が出まして 5-4、 リング上は第9ラウンドでやります。スピードはありませんが、ちょっと隙を見せますと背取りの打ってきます。海老原今強い左ナッパーを打ちました。スピードはないように見えますがね、素振りのは、かなりしつこいですね。どこ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 出てきますね。まっすぐ下がりますと、危険な海老原であります。6ラウンドに切りました。左の目の上また血が滲んでおります。海老原です。また足を使っております海老原。ちょっと海老原のパンチが出ません。あ、出ました。左のストレートが出ました。こうやってリズムに乗って打ってればそんなに滑りのパンチは食わないと思うんですが、いや、強い右ナッパを打ってきましたが、ガードはどうだったですかね、今海老原の。当たってませんけどね。今度は左です。滑りの右ナッパーから今度は左、動きながら、しかしアッパーを打ちました海老原。また今度はミナッパー、これは強い。左ちょっと足がふらついた感じの滑りの海老原ラッシュ、海老原ラッシュ、リングの中央です。海老原のパンチが当たっています。試合前に勝とうとは思わない、しかし負けないと思ってる、このように話しておりました海老原です。セベリノも目を切りました。左の目の横です。海老原がジャブを出しました。ボディーブロー、またボディー、左のストレート、強いパンチです。第9ラウンド終わりました。5対4ですか。 5-4、 はい。お家の床ってすぐに汚れてしまいますよね。電気掃除機は重たいしコードが短い。小型掃除機はといえばパワー不足。電気掃除機の便利さとペーパーモップの手軽さを一つにできたら、それがスイブルスイーパーです。スイブルスイーパーは軽くて使いやすくてパワフルなコードレス電気スイーパー。階段掃除もこれさえあれば楽々です。一方向だけに進む従来の掃除機とは違い、スイブルスイーパーは4つのブラシを採用し前後左右に進むことができます。食べこぼし、パンくず、髪の毛やホコリ、どんな汚れも前後左右に動いて吐き取ります。カーペットや敷物、タイルの床の汚れもこの通り、どんな床でもスイスイ前進、フローリングの床も傷つけません。コーナーブラシが取りにくい壁際のゴミもきれいに吐き取ります。部屋の隅に溜まったゴミもスイブルスイーパーにお任せください。ヘッドが360度回転するので家具を動かさずにテーブルの周りやソファーの下を掃除することができます。ベッドの下もこの通り。従来の電気掃除機と違い、こんなに使いやすくて片手で簡単に操作できます。ワンプッシュ着脱式充電バッテリーでいつでもスタンバイ OK。 トレイはワンクリックでさっと空に。今なら本体、バッテリー、充電器の3点をセットにしてなんとわずか3500円の3回払いでお買い求めいただけます。それだけではありません。小さくて便利なこのミニスイーパーを2台お付けします。このチャンスをお見逃しなく。スイブルスイーパーは3500円の3回払いでお買い求めいただけます。
お申し込みはフリーコール 0120-44-2248 今すぐお電話ください。 Get it at Shop Japan。 さてスローモーションビデオでご覧ください。エビアラのパンチが入りました。4回目試合は第10ラウンドです。今1分間のインターバルにタッチネルソンマネージャーがセベリノの左の目の横の傷を見まして、あるいは試合を放棄するか、そんなようなジェスチャーがちょっと見えましたですね、しかしもう1ラウンドというのはジェスチャーしますね。もう一度、ははなるほど、かなり深いセベリノの左の目の横の傷であります。ジャブを打ってきました。タイトル奪還に執念を燃やします29歳の海老原、今左でボディを打ちました。この左は何度も手術をしています。お、滑りのは今度左を打った。ちょっと海老原が止まりますとすぐパンチを出してきます。滑りの滑りのの白いトランクスに自分が出しました血が点々とついております。左の目の横の傷はまた血が流れております。ブラジルのセベリノです。離れてまたボディを狙いました海老原、ちょっと低かったですかね、じわじわっと出てきます。海老原右に回りました。そして左を打った。面白いようにパンチが当たっています海老原。このラウンドはよく田辺さん左でボディを狙ってますね。そういうことですね。あれはいいですね。打った後もう少し回り込むことです。右側の方にですね、セベリノのもうセベリノの顔面は真っ赤であります。おそらく左の目に血が入ることでしょう。また左のパンチ、強いパンチです。なおセベリノの傷は深さは約2センチ、骨までには達していないそうです。顔面を真っ赤にいたしました。この第10ラウンドのセベリノでやります。かなり血は出てますね、セベリノの血は。離れては足を使ってボディーブロー。セベリノはもうあまり効果的なパンチは出ません。セベリノの全体のフォームがなんかバラバラになってる感じがしますね。もうダメですね、この調子だと。おっ、しかし今右ナッパを打ちました。エビアラがダッキングするところうまく右ナッパを打ちました。今度はまた左です。しかしエビアラも攻め込んだ、抱きついた。完全に今度はまたエビアラの左でやります。この辺は白熱。しかしセベリノも頑張ってますね。そうですね、必死ですね、第10ラウンド終わりました。5対4エビアラです。このラウンドもエビアラですね、はい、コーナーに帰りましたセベリノでやりますが、ジョフレトレーナーが見ています。タチネルソンマネージャーは上がりません。果たしてどうしますか。大丈夫のようです。本田さん、エビアラ選手がですね、9ラウンドに左手を痛めましたね。今11ラウンドですか、この前の前のラウンドですか。そうです、あの猛ラッシュの時に痛めたようですね。痛めたよ、はい、私ですね、各ラウンドが終わるごとに谷平会長に左手はどうかという質問をぶつけてみたんですが、8ラウンドまでは絶対に大丈夫という返事だったんですが、9ラウンド終わった時に聞いてみましたところ、左手を痛めたと残念だという返事だったですね。そうですか、はい、わかりました。田辺さんお聞きのように、今あの倉持アナウンサーの、ね、青コーナーから、連絡が入りましたがね、手を痛めたらしいですね、しかしもう右一本でも勝つようなですね、そういう根性でやってもらいたいですね。海老原もあの赤バロ戦で2度戦って、最初の試合が4ラウンド、後の試合が6ラウンドに手を痛めたんですが、手を痛めた後もその左手は使ってましたがね、ただ今ちょっと見ますとやはり引いてますね。ちょっと軽いですね。あと5ラウンドですか、今11ラウンドですから、セベリノの方も、まあはい、苦しいと思いますけどね、まあ、あのこのところはもう左手の代わりにも心のですね、拳で頑張るようなそういう気構えでやってもらいたいですね。
まあ、手を痛めても足は痛くないんですから、足を使うという作戦はありますよね。そうですね、足とそれが右のジャブですね。これをぶつかっていくことですね。ポイントでは一方的にリードしております海老原。やはり痛いと手が下がるんですね。どうしても構わんでしょうけれどもね、ここが海老原にとっては大事なところですね。そうですね、ここでも決めますよね、チャンピオンかチャンピオンでないか決定しますですね。西条さん、やっぱり痛めたらしいですね。そうですね、しかしその後今さっき左も打ってますね、やっぱり痛くても出ちゃうもんですね、ああいう試合になると。そうですか、はい、今打ちましたよね、ボディを集中的に打ってますね、左は。あれどんな感じなんですか、もうじんじん肩まで響くんですか、痛いのが。そうですね、もうすごく痛いんじゃないですか。はあ、過去何回もそれで無念の涙を飲んでおります海老原。しかしこの試合ではずっとリードしておりまして、あとうまく右を使って回るという手もあります。しかしもっと左を使ってますね、打ってますね。痛い左でボディを狙いました海老原です。ボディだったらね、多少ダメージが少ないですからね。世界フライ級タイトルマッチ第11ラウンド、攻めるのも動きは鈍くなっております。第9ラウンドに攻めるのが左の目の横を切っておりまして、猛ラッシュを見せました海老原が、そのラウンドに左の手を痛めております。左のアッパーを打ちましたが、ちょっとスピードが足りません海老原です。ラッシュを見せました。執念の攻撃でしょう。第11ラウンド終わっております。答え行くのは互角にしました。互角ですか、はい、海老原のコーナーであります。12ラウンドに入ります。右側がタウンジェントトレーナー。第12ラウンドです。顔面に何か塗ってきました滑りの森田天レフリーがそれをちょっと拭き取りました。9ラウンドのラッシュの後からそれでもあまりスピードがありません。海老原は今狙ったようにパンチを出しました。お互いにパンチを狙っています。もうずっと今みたいにこう右回ってますですね、パンチ食わないですね、セビルの右ストレート。西条さん、はい、西条選手から見た先輩の海老原選手ですがね、気は強い方でしょ海老原選手。そうですね、すごい強いんじゃないですか。おそらく今リング上で左手の一本がなくなってもいいぐらいの気持ちでやってるんじゃないですか。僕はそういう思います。そうですか、なお記者席の方の採点でございますが、だいたい6ポイントぐらい大きく海老原がリードしております。試合は第12ラウンド、あと試合は4ラウンドです。世界フライ級タイトルマッチ、このあとよっぽどのことがなければ海老原晴れて第24代の世界フライ級チャンピオンに返り咲くわけです。12ラウンド以降が怖いというその12ラウンドです。滑りのいくら強いタフだといえかなりダメージをずっと受けてきてますから、だいたい8時16分のゴングですからね、もう40分近くパンチを受けてきてますからね、海老原のパンチを、そう怖くないんじゃないかって気もしますが、どうですか、もうここまで来ますとですね、よほどのないなんかない限りは海老原がチャンピオンになるというようなことが多いですね。ですから太陽セビルのそれほど怖いというような感じを受けないですね。さあ攻めた、攻めた棒立ち、海老原チャンス、海老原チャンス、ちょっと海老原休みました。セベリノの顔面がもう腫れ上がっております。左でボディを狙いました。小さい左のアッパー海老原、下がりますとセベリノのパンチが出てきます。右のアッパーです。セベリノのパンチはもうスピードがありません。飛び込んで左のアッパーを打ちました海老原。
どうですか、だいぶ弱ったんじゃないですか、セベリノは。だいぶもうくたびれてるような感じですね。しかし、ビアンデルの記録で頑張ってますね。そうですね。第12ラウンド終わりました。5対4でエビハラ、はい。さてリング上第13ラウンドに入ります。こちら側がセベリノのコーナー、そしてエビハラのコーナー。あと時間にして、サザンナ9分ですね、あと1分間のインターバル2つありますから11分ですか。そういうことですね。まあ、しかし最後まで、油断せずに頑張ってまいりたいですね。そうですね。大きく右を振るいましたが、もうスピードがありません。うまく帯原これを受けております。西条さん、セベリノは例えば最終ラウンドに猛然とラッシュしてくるということは考えられましょうか。そうですね。もう最後に今でもこうすごいラッシュですね。攻めていきますね。だんだんこれから攻めていきますかね。そうですね。あと3ラウンド、はい。それには田辺さん、どういう作戦がありますか、海老原側としては。やはり足を使ってですね、右に回り込むようにジャブを放つことですね。打って人はあまり一緒に打ち合わなくていいですよね。もうこれだけ点数が離れてるんですから。体ごと入り込むような左のストレートを打ちました海老原博之。セベリノが強いアッパーを打ちました。これはスピードがありません。空振り。9ラウンドに切りました。左の目血が流れております。セベリノかなり深い傷です。左のアッパーを打ちましたセベリノ。エビエラ足を使いながら右のジャブを出していますが、ちょっとスピードがありません。おっと振り回すようなセベリノの右でやります。強い左のアッパーです。あれはナックルが当たりましたか。今当たってますね。ナックル当たりましたか。出てきた。セベリノ出てきました。出てますね。ちょっと離れますとグローブをオープン気味にして相手の両脇を打ちます。特に左はレバーを狙った肝臓を狙ったパンチでやりますセベリノです。左の右のジャブを出して左のボディを打ちました海老原。このラウンド海老原いや苦しいですか田辺さん。いや苦しいと思いますね。相手が先に出てますからね。その動きを自分はどう止めようかというような感じですね。まあ、今左のスレートボーというのは、まあ、クリンチという部分に逃れていますけどね。かなりこれはきついですね。大きいリナッパーを時々見せます。ちょっとヒヤッといたします。セベリノの右のアッパーです。セベリノも前半に多くのパンチを受けましたが、やはりタイトルをなんとかブラジルに持ち帰ろうとその執念で戦っております。イベラのまたボディが当たりました。場内が沸いています。また左のボディブロー痛めた左のパンチでやります。よく出しています。第13ラウンド終わりました。5対5の互角で済みます。はい。エビハラのコーナーです。9ラウンドに左手を痛めたそうでありますが、リング上第14ラウンドを迎えます。向こう側がタウンゼントトレーナー。あと2ラウンド。ますます前傾姿勢になりましたセベリノです。白いトランクスはもういっぱい血がついております。大きく左を振ってちょっと今からコーナーに詰まりましたが、うまく足を使ってぶつかるようにしてリングの中央に出ました。ああいうふうに一直線に交代するということはちょっとやっぱり危険なような感じがしますね。セベリノは練習でもああいう場合に必ずポンポンと打ってくるんですね。相手が下がると打ってくる、そういうタイプですね。そういう感じですね。頭を下げて前進してきますセベリノ。そんなにパンチはスピードはありません。投げるように押すように打ってきます。西条さん、まあ、人によって選手によって違うと思うんですがね、はい、この14ラウンド15ってのはやっぱり苦しいところですか。ボクシングとしてはどうですか。
いや、もうあと2ラウンドかっていう、あんまり苦しいってそう感じないですね。あーむしろ中盤一度来る疲れの方が苦しいですかね。今タウンゼントトレーナーが足を使えっていうふうに言ってますが、あの声はよく聞こえますか、リング上では。僕もやった場合にはよく聞こえましたね。そうですか、赤丸とやったといいですね。田辺さんはタウンゼントトレーナーで、試合やったことありますからね。1ヶ月間コーチつきましたけどね。飛び込んで海老原、左のフックを打ちました。森田健レフリー、初めての世界タイトルマッチのレフリーでありますが、両選手を分けました。なんだかしつこいボクシングが出てきました。セベリノボディを打ちました。ちょっと強かった、右のボディであります。しかしそのセベリの顔面がもう血と汗でまみれております。粘るタイプのボクサーですね、田辺さん。この選手はかなり頑張りますね。フライ級で長らく世界の上位にいるというのもやはりこの粘りでしょうかね。そういうことですね、まあ、頑張りきる根性ですね。これがあるから今日までなった選手ですね。アッパーを打ちました。セベリノ、海老原が左で狙いました。これはセベリノのちょうど肘に当たっております。痛い左腕がセベリノの肘の骨に当たりました。足を使いながら、おっと左右攻撃、しかしセベリノも打ち返した。歯を食いしばって海老原、左のパンチを出しました。おそらくもう最後のチャンスだろう、悔いのない試合をしたい、そういうふうに言っております海老原です。第14ラウンド終わりました。このラウンドはどうですか。5対5の互角です、ね、互角ですか、はい。セベリノのコーナーです。向こう側がカッチ・ネルソンマネージャー、そしてジョフレトレーナーです。さて、いよいよ最終ラウンドです。こちら側、海老原のコーナー、あと3分です。出てきましたセベリノ、海老原くっついた。ポイントではリードしております、ずっとリードしております海老原。強い左のフック、セベリノの腕に当たりました。もう海老原の左の腕がもう砕けてもいいですから、この辺でもうキュッと決めたいところですね。そうですね、このまま判定に行きますと、もちろん海老原の勝利は間違いないところ。あとはセベリノの勝利はセベリノのナックアウト勝ちしかありません。9ラウンドに切りました。セベリノの左の目の上血が流れています。また9ラウンドに痛めたそうであります。この試合痛めたそうであります海老原の左、この左もしかし後半にも使っております。足を使った海老原、そしてワンツー、大きく空振りしましたセベリノ。お互いにもこうなりますと根性と根性の戦いです。最終ラウンドです。強いパンチですね。自分のバランスが崩れるくらいの大きいパンチを打ってきましたセベリノ。西条選手、海老原選手よく攻めてますね。そうですね、もう全部力を出し切っちゃおうという考えですね。そうですね。おーっと強い左、これは強い、これはいい、これはいい、セベリノ交代、セベリノ交代、海老原チャンス、強いパンチでした。セベリノのマウスピースが落ちました。実に強いパンチが当たりました。カミソリパンチ、いやもっと強いパンチ、打ち抜くようなパンチです。しかも痛いはずの左で打った海老原の左です。今のは効いたでしょう田辺さん。今のパンチは良かったですね。あと30秒切れました。海老原タイトル獲得目前、場内はわっしょいわっしょいの声援です。あと15秒、10秒、
5秒時間がありません。ゴング、試合終了、試合終了です。蛯原選手と金平マネージャーが抱き合いました。もう勝利は間違いないところ。最後もおそらく 5-4 でしょうね。 5-4 ですね。何度か手を痛めて過去ボクシングをやめようかと思った、そういうことを言っております。エビハでありますが、しかし何とかもう一度世界を。エビハ第25代の世界フライ級チャンピオンになりました。第25代世界フライ級チャンピオン、日本に5年2ヶ月ぶりにフライ級の王座が戻ってきました。エビハ君おめでとう。セベリナもよく健闘いたしました。田辺さん、はい、5年2ヶ月ぶりに日本にタイトル戻ってきましたね。そうですね、お家のフライ級がやっと蛯原もここで男になれたという感じですね。そうですね、蛯原選手に話聞きます。蛯原選手の話を伺います。蛯原選手に伺います。蛯原さん、おめでとうございました。どうもおめでとうございました。ありがとうございます。よく頑張りましたね。途中で混ざって、痛めたって。そうですか。左は全然見えてなかった。左が出なかった、9ラウンドに左手を痛めたという情報が私どもにも聞こえましたけども、後半苦しかったでしょうね。ちょっとつまんない試合なしたんですけど。そうですか。東京のね、恵美ちゃん、真紀ちゃん、そして京子夫人にどうぞ喜びの声を。勝ちました、どうも。よく頑張りましたね。それじゃあ認定証をどうぞ受け取ってください。おめでとうございました。リング上で認定証の授与であります。男泣きの蛯原、29歳。どんな気持ちでこの認定証授与、これを聞いてるでしょうか。世界フライ級タイトルマッチ15回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンたることを認定します。昭和44年3月30日日本ボクシングコミッショナー田辺八千代。蛯原泣いています。なおポイントの方ですが、大きく75対66、75対66、75対66と3者とも大きくポイントが離れております。圧倒的な勝利でございます。西条さん、先輩へどうですか、一言、鼻向けの言葉を。本当おめでとうございます。ねえ、よかったですね。はい、田辺さんどうお考えになりますか。僕もね、目悪くして蛯原に言ったんですけど、やっとここでね、蛯原が取ったということで、僕も非常に安心して蛯原は心から引き受けられると思ってますね。6000人の札幌のお客さんが蛯原の勝利に大きな拍手を送っております。蛯原は昭和38年の9月にポーン・キングピッチを1ラウンドナックアウトで破りまして、第21代の世界フライ級のチャンピオンになりましたが、翌年バンコクで敗れまして、5年2ヶ月ぶりに5年2ヶ月ぶりに蛯原が自分の手でまた日本にフライ級のタイトルをもたらしたわけでございます。